比較社会文化論 B 受講者の皆さんこんにちは9月29日の授業は文化の概念とパラダイムの転換というテーマですまず最初に文化という言葉はどのような内容を表すかこれについて見ていきたいと思います私たちが日常生活で使う文化という言葉にはいろんな使い方があります例えばここに示しているように 文化人文文化化勲章文化の香りあふれる都市宣言こういった使い方がありますがこれは知性教養正当性権威高級など、まあ、そういったニュアンスを含む言葉として文化が使われる事例です。一方弥生文化縄文文化といった言葉がありますけどもこれは弥生時代の人たちの生活様式 縄文時代の人たちの生活様式というように人々の生活の仕方をこの文化という言葉が表しています文化人類学社会人類学ではこの文化という言葉をある民族の生活様式英語で言いますと a people way people's life of こういった意味で使うことが一般的ですでは この文化という言葉が初めて定義されたのはいつ頃のことでしょうかそれは19世紀の後半1871年にイギリスで出版されましたエドワード・バーネット・タイラーの原始文化原文ではプリミティブカルチャーという本によりますタイラーはこの本の中で文化もしくは文明とは ということで、文化の古典的定義をしています。原文のまを紹介したいと思います。A culture or civilization, taken in its ethnographic sense, is that complex whole, which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. すなわち文化もしくは文明とは、その広い民族史的な意味においては、知識、信仰、芸術、道徳、法律、慣習、その他人間が社会の一員として獲得したあらゆる能力や習慣の複合相対であるということですえ。これがそのプリミティブカルチャー、 原始文化という本の第一章第一ページ目およびこれを書いたエドワード・バーネット・タイラーというイギリスの文化人類学者です今紹介しました文化の定義というのはこの一番最初のところに載っています20世紀になりますとこの文化という概念に関しまして文化相対主義 あるいは歴史的個別主義ヒストリカルパティキュラリズムこういった考え方が出てきますこの考え方を主導したのはアメリカ人類学の父通称パパ・フランツと呼ばれてきたフランツ・ボアズというアメリカの指導的立場に立つ人類学者ですボアズは人間の多様性と相対性 言い換えると文化の多様性と相対性を強調ししますそして文化相対主義すなわち他者に対して自己とは異なった存在であることを容認し自分たちの価値や見解すなわち自分化において問われない事柄を問い直し他者に対する理解と対話を目指す倫理的態度これが大切であるというふうに説きます。もっとと平たく言うと 文化に優劣はない、どんな文化もそれぞれに価値を持っているので尊重されなければならないそういった文化に対する見方です。またこの文化相対主義は歴史的個別主義という考え方とも結びついています。すなわちどのような文化もそれを生み出した歴史的プロセスを経ているのでそうしたプロセスを重視しなければならない。 あるいは尊重しなければならないそういう考え方ですこのように20世紀になりますと文化に流優劣をつけずに相対的な価値を認めるこういった考え方がアメリカ人類学を中心に出てきましたフランツ・ボアーズはアメリカ北アメリカの先住民社会を調査をしていましたフィールドワークをしていましたが これはフランツ・ボアズの写真とボアズがフィールドワークをしていたカナダのバフィン島という島の位置を表す地図です。右はこのバフィン島に住むイヌイットこのあのカナダのヌナブート準州というところに住んでいる人たちの写真です。フランツ・ボアズは20世紀前半に アメリカの多くの人類学者を育てましたそのボアズが出てきて以降アメリカの人類学においてどういうふうな文化理論が展開してきたかこれを5つの時期に分けて見てみたいと思いますまず創世記ですこれはフランツボアズが教え始めた1890年代頃から1910年代頃を指します2番目に初期 アルフレッド・クローバーという人類学者に代表されるボアズモンカの人類学者が活躍しました1920年代から40年代前半の時期を指します3番目に発展前期これは1945年の第二次世界大戦終結以降のことですこの時期は文化とパーソナリティこれは後に心理人類学として発展していきます 機能主義および進化主義文化生態学の3学派が勢力を争った年代後半から4番目に発展後期認識人類学象徴人類学解釈人類学文化唯物論ポリティカル・エコノミー論などさまざまな学派が登場した1960年代後半から 1980年代前半を指しますすなわち人類学はまあ広い意味での人類学からまるまる人類学かけかけ人類学といったように新しい形容詞付きの人類学の分野に文化すなわち分かれていく時期です5番目に転換期ですこれは1980年代以降の状況を指しますが文化が まあ国境を越える人や物や資本や考え方そういったようなものが、まあ、一つの国や社会を越えて流動的にダイナミックに動く状況、まあ、そういった状況が起きるすなわちグローバリゼーションが起きる状況の中での時期です。こういった状況では従来ののああるる社会のある文化 といったような考え方が通用しなくなりますので人類学そのものがパラダイムの転換を迫られるようになります。まあ、すなわち文化とは何かという点に関しても新しい見方をしなければいけない、まあ、そういった主張が現れてくる時代です。<laughs> えさて、えー、この文化に関しましてン、えー、の発展前期、えー、すなわち戦後 以降に確立されました伝統的文化概念の特徴をいくつか示しておきたいと思いますまず文化は学習されるというものです私たち人間はこの世に生まれてからさまざまなまあ周囲との相互関係の中で文化まあ自分が生まれ育った文化を取り込んでいくそういう考え方です これは初期の頃としてはマーガレット・ミードの「サモアの思春期」というような書物に現れています。2番目に「文化は共有される」というものです。同じ社会に属する人たちは同じ文化を共有している、まあ、そういう考え方です。3番目に「文化は理念と実践の双方からなっている」という特徴です。 な私たちは物事に関してやるべきことそれからやっていると思っていることやっていること実はそういう3つの側面があってこうしなければならないこうあるべきだという考え方が一方であ,るある一方実際はこうだというふうにそういった「べきだ」というものとは違ったことをやっていることがあります。 そういう意味で理念と実践の両方を含むというわけです。4番目に文化は統合されている。これはさまざまな文化の要素は相互に関連して一つの全体を形成しているということです。例えば政治経済教育宗教そういうさまざまな文化の中の要素がありますけれどもそれらは密接に相互関係を持っていて 一つの統一体をなしているという考え方です五番目に文化は適応の手段であるこれは文化は人間が環境へ適応するときに用いるものであるという考え方です実際は適応のパターンにはかなりの文化的差異があることは言うまでもありませんえ最後に文化は変化する 文化は絶えず同じような状況が持続するものではなくて変化をしている新しいものが生み出されたり革新的にこう刷新されたりあるいはよそに伝わっていったりそういった側面があるという点です。マガレット・ミーというのはアメリカの代表的な女性人類学者で先ほど紹介しましたフランツ・ボアーズの弟子の一人です。 この写真はマーガレット・ミードまあ中央ですけれども彼女がサモア島という太平洋の南の方に浮かんでいる島右の地図でいうと赤い丸をしているところですここでフィールドワークを行った時の写真ですこの時まだミードは20代前半の頃ですさてこれまで見てきた文化に関わるものとして 実は文化というのは人類学者の数だけ定義があると,と言われるくらい、その人類学者がどういう立場に立つかによってさまざまな定義がなされてきました。ここではわかりやすいように、対照的な定義を二つ紹介しておきたいと思います。まず一つ目は自然環境に対する適応体系としての文化。えすなわち人間も他の動物と同様に 生存のために周囲の環境との間に適応関係を保つ必要がある人間は文化を媒介としてこの適応を遂げていくこういう立場からの文化の定義ですもう一つは意味と象徴の体系としての文化文化は人間が自ら紡ぎ出した意味の網の目の体系であるという考え方でこれはアメリカの人類学者 フリフォードギアツなどによって代表されるものです上の例ではイヌイットという極北に住む先住民族の住居であるイグルそれから東南アジアの高床執下学の例で次に説明したいと思いますまた下の文化の定義でいくと例えばハトハトは鳥の一種ですけども時にハトは平和の象徴である といいう言い方をしますこの言い方は「鳩」という鳥に「平和」という別の意味を付与して使っているものまた「黒塗りのガイは金持ちの象徴である「赤」は革命の象徴である」という言い方は例えば「赤」が革命ということは赤い色まあ赤青黄色という単なる色なんですけども「革命」という別の概念を 表す言葉としてて使っている人間はこのようにさまざまな自分の周囲のものに意味を与えているんだその意味の目の集まりを文化というふうに定義しようとそういう考え方ですでは具体的な事例を見てみましょうこれはイヌイイヌットのイグルです左の写真が外観右の上の写真がその断面図です え、1>, 1と書かれているところに人が住みます。え、2。というところにいろんなものを貯蔵します。え、3は人の出入り口です。4は空気を取る穴です。右下の絵はその断面図をの内部を絵に描いたものです。すなわちイヌイットの人たちはま雪と氷に閉ざされた極北の地に住んでいます。ま時に気温がマイナス4 0度マイナス6 0度 といいう極寒の地に住んでいますもちろん私たち日本人が住んでいるような木の家木が生えていないので木は作れませんコンクリートもないのでビルも作れません彼にととって利用でできるのは雪と氷だけですしかもその雪と氷だけで極寒の地で生き抜いていくようにできるだけ保温性の高い住居を作る必要があるわけです。 そのためイヌイットの人々はこの雪と氷を固めてこれをレンガ状にそしてドーム状に積み上げていくことによって保温性の高い住居を作ります、まあ、このイヌイットの住居は内部の温度,温度と外の外気が20度近い差があるそうで例えばマイナス40度の外から帰ってきた場合 中がマイナス20度であっても体感温度としては非常に暖かく感じる、まあ、そうやってこういう厳しい条件の下でイ乾イの人たちはその条件を最大限に利用して社会あの文化に適応して生きていく文化によって自然条件に適応して生きていくと、まあ、そういうわけですこの地図と写真は私自身が もうだいぶ前、20代の頃にフィールドワークをしていたタイ南部の農村の写真ですパタニー県という県にあります左の地図の赤く塗られているところですこのパタニー県のある村のある村長さんの家この右の写真ですけどもここに部屋を借りて住んでいました でちょっと見にくいんですが、この村長さんのお宅、ま住居は高床式になっていますそしてま住居の部分に登っていくのに、真ん中あたりに竹の梯子がかかっていますまこれを登っていくわけですで、高床式住居の下の方には農機具があったり、ま取れた米が保管されていたりします ではこの住居、さっきのイヌイットのイグルーという雪と氷の住居と比べてみて、何が言えるでしょうかイヌイットの場合は、マイナス40度といった極寒の地に住んでいますこのタイ南部というのは、実は熱帯性の気候に属しているので、非常に暑いですタイは3月、4月、5月が一番暑く、特に4月の 日中の最高気温は40度を U に超えますそういった暑い状況の中で、まあ、地面から直に家を建てて住んでいるとそのお日様の照り返しがひどくて熱がこもりとても生活できない少し高床式にしているとその熱が放射してややその暑さが和らげる。でこの家はあのかやぶきなんですけれども。 風通しが良くなっていますまたタイは雨季と乾季というのがあって雨季には近くに川がある場合川が氾濫して、えーまあたり一面冠水します、えー、この写真の状況であ、えー、たり一面冠水するともう、あのー、歩いてはいけないわけですね。で、えーまあ、この村のどの家にも、まあ、小さい <coughs> まあ木で作っったボートがくくりつけてあってあそうやって雨季に冠水して移動できない時には船を出して、まあ、ボートを出して村を移動するということもあります。ということはとても暑い気候である雨季と寒季があって雨季には川が氾濫して冠水をよくするそういった状況の中でできるだけ快適に生活をするために どういういいいな家を作ったらいいかそういう視点のもとに作られた住居がこの高床式住居です。ですからこの与えられた自然環境に最大限適応するように作られた住居これが文化の一つの例として考えられるわけです。 さて、今紹介したような文化の定義2つ紹介しましたがこれはいわゆる発展前期と呼ばれる1960年代前後ぐらいに確立された文化とはこういうものであるという定義これを紹介しましたところがその文化の展開の最後の5番目の時期 転換期というのがありましたけれども1980年代後半以降世界はグローバリゼーションという現象に覆われます。でそういう言葉が一般化していきます。すなわち人物金思想さまざまなものが国境を越えて世界中に広がっていく。そういった状況があるわけですけれどもそういう状況になりますと 従来の文化概念ある一つの社会にはこういう文化がある別の社会にはこういう文化があるといった定義では十分ではないということになります。そこで1980年代以降文化概念を再考するあるいは再再考するといったような動きが出てくるわけですこれについいいて紹介したいと思います。 世界がグローバリゼーションの波に覆われる少し前の時代1970年代ぐらいからポストモダニズムといった思想的潮流が現れます。これは近代西洋の価値観特に理性合理性客観性心理科学普遍性能動的主体こういったものを重視する啓蒙主義的な見方に対する アンチテーゼ反論の考え方ですこのポストモダニズムは当初1970年代に建築学の分野で現れ従来の建築様式とはだいぶ変わった建築の在り方が出されてきますがこれがフランスで始まったポスト構造主義という考え方あるいは元ハーバード大学の教授であった エドワード・サイードというパレスナ出身の学者のいうオリエンタリズムという考え方なだと一緒になりまして新しい思想的調理を生み出すわけですまあオリエンタリズムというのは東洋研究または東洋趣味を意味する概念として使用されてきましたがこのアメリカの文学者エドワード・ W ・サイードがオリエンタリズムという著作を発表してから 旧来の植民主義的な思考の相対を意味するものとして使われるようになり、オリエンタリズム批判が盛んに行われるようになっていきます。また文化人類学の分野では <coughs>、1980年代時代、ごめんなさい、1980年代後半にマーカスという人が文化を書く「Writing Culture <coughs>」という本を表しますが、ここで えー、旧来の文化の概念、えーまあ、ある A という社会には A という文化があり B という社会には B という文化がある、まあ、こういった文化の概念やそれを前提とした旧来の人類学のあり方を、まあ、批判的に <coughs>、まあ、考察をします、まあ。こういった動きというのは1960年代に、まあ、市民運動あるいはベトナム戦争 まあこういった時代に学生時代を経験し、1980年代に研究者として成熟期を迎えたアメリカの前衛的人類学者たちに多いんですけれども、まあ彼らが新たな文脈で新たな批判のための枠組みを提供したわけです。こういった新たな思想的潮流であるポストモダニズムですが、中心の不在、アブセントセンター。 ととというのを特徴すすると言われます例えば文化は共有される伝統的な文化概念の特徴であった文化の共有というものへの批判があります文化の成維の同質性を前提とし強化しますがそれは文化の多様性を見逃すばかりでなくて支配層のイデオロギーを追認することになってしまうというわけです。例えば歌舞伎 これは日本で生まれた伝統的な芸能文化ですけども私も含めて皆さんたちも含めて一体何人の人が歌舞伎というものを100%きっちり理解しているでしょうか歌舞伎は日本の文化の一例だという考え方はある意味で当たっていますけどもじゃあそれを日本人のすべてが同じように100%共有しているかというとそうではありません。 もちろん歌舞伎界の人たちを中心に詳しい人もいますが私もそうですけどもたまにテレビで見るくらいそういった人が多いんではないでしょうかまたポストモダリズムは文化の統合文化は統合されるという考え方などへも批判の視点を向けます時として無定型で 秩序を欠いた人間の生活に必要以上の整合性を与え現実に存在する内部の亀裂を覆い隠すのではないかという批判ですまあ文化の伝統的な文化概念では例えばアメリカの女性人類学者やはりフランス・バーズの弟子の一人であるルース・ベネディクトは統合インテグレーションという言葉で語っていますし イギリスの有名な初期の社会人類学者ラドクリフ・ブラウンは機能的一致といいう言葉で語っていますそして一つの文化は構造としてまとまっているシステム化されている、まあ、そういった基本的な考え方があったわけですしかしポストモダニズムの考え方からするとこの文化は統合されているっていうのはちょっとおかしいえ例えば日本の社会の中でも 日本人がすべて同じ思想や考え方を持っているかというとそうではなくていろんな考え方やイデオロギーを持っていると思いますしじゃあ全員が同じような生活をしているかというとそうではないと思います。<laughs> まあ経済的に豊かな人もいるし貧しい人もいる恵まれている人もいるしそうでない人もいる。でそういった <laughs> まあイデオロギーの違いあるいは 経済的格差の違いによって一つの社会の中にあるいは日本の社会の中に亀裂あるいは分断が起きているそういったことを考えると文化は統合されているというのはあまりにも単純な見方であるということが分かるかと思いますこのようにポストモダジズムという思想的潮流を背景として伝統的な文化の概念に 疑いの目を向ける批判的に検討するということが起こってくるわけですけども特に1980年代後半からじわじわと起こってきて90年代以降加速したグローバリゼーションこの現象によって人類学は文化の概念文化に対する考え方に大きな見直しあるいは人類学自体のパラダイム 大きな考え方のの枠組みの転換を迫られるわけですグローバリゼーションというのは人物資本情報などの流れが地球規模で急速に進展することを言います。こういう中で「伝統的な文化観」「民族の生活様式イコール文化」である古くは19世紀後半にタイラーが言いました A ways of life 人々の生活様式である <laughs> といった文化の概念は根本的な修正を迫られるようになりました、まあ、この事例を世界中に展開する外国資本特にマクドナルドというハンバーガーチェーン店の例で見ていきたいと思いますマクドナルドこれ皆さんもほとんどの人が何度か行ってハンバーガー フレンチフライポテトを食べたのではないかと思いますが2019年現在マックは世界116カ国に 38, の店舗を展開してていいると言われていますしかし世界116カ国のマクドナルドのハンバーガー全てが同じメニューというわけではありません。 メニューが多様であったり販売形態が国や地域によって異なるということは容易に想像がつくわけですが例えば韓国ではキムチバーガー牛焼肉を挟んだプルコギバーガータイではサムライバーガーというのが人気です。これは照り焼きソース味のハンバーガーに、まあ、和風ですので、まあ、日本の 伝統の象徴の一つである「サムライ」という言葉を関して「サムライバーガー」というネーミングがされているもの。でインドのマハラジャマック <laughs> これはまあチキンを使ったハンバーガーで、えー、若干カレー味がついています。ノルウェーのサーモンバーガー、まあ、北欧のノルウェーはたくさん鮭が取,り取れますけれども、えーまあ、そういった鮭を挟んだもの。 それからドライブスルーならぬボートスルーそれから中東のサウジアラビアでは、まあ、全てがそうではないでしょうけども1日5回閉店する店舗があるイスラム教の国ですから5回のお祈りをするわけですけども、まあ、その時に閉店をするそうです、まあ、こういうふうに世界中に展開しているマック 左のの世界地地図図はそマックがいいつ頃初めてこう店舗をオープンしたかという地図です赤で塗ってあるアメリカカナダこれが一番早い時期にマックがオープンした国で次が黄土色です日本オーストラリアヨーロッパのドイツフランスイギリススウェーデンなどが同じ色に塗られています。 これは年代前半以下黄色から緑系そして青系の色に変わるに従って新ししくマックがオープンした国とということになります例えばインドにもマクドナルドありますけども水色青ですね薄い青で塗ってありますのでこれを見ると1995年から99年の間に初めて展望ができた。 しかしいずれにしてもこのアフリカの大半と中央アジアあるいはモンゴル <laughs> などを除いてほとんど全世界に <laughs> 店舗展開をしているわけですけどもえまあグローバリゼーションの一例としてのこのマックが世界中一様ではないという事例が右の写真です。これはタイのバンコクにある <laughs> あるマクドナルドの店舗。 の入り口ですロナルド人形 <laughs> と呼ばれるお人形さんが両手をを胸の前で合わせててお客さんを迎えています多くのマクドナルドではこの人形は椅子に座って足を組んでいたり耳のところに手を当ててハローというかあの格好でお客さんを迎えたりするそれはよく見られるんですけどもこれはタイならでは あるいはインドでもこうですが、えー、胸の前で両手を合わせていると、えー、タイでは、えー、挨拶をする時に両手の前で胸の前で、えー、両手を合わせて挨拶します、えー、タイ語の挨拶ではサワディ・クラップ男性女性はサワディー・カーこれで、えー、おはようございますこんにちはこんばんは <laughs>、まあ、一日中使えるわけですけども えー、胸の前で手を合わせて、サファリクラップ、サファリカー。と言って挨拶をします。すなわち、タイ人が取る行動様式、挨拶の仕方で。で、えー。お客さんを迎える。マクドナルドの人形。これは。グローバルジゼーションの象徴としてのマックではありますけれども。タイ。という。その国。地域。すなわち、ローカルな。 文化の在り方と合体している現象を表しています皆さんの多くは文化のダイナミズムで文化のグローカリゼーションを読み解くという授業を受けた人もいると思いますけどもその時もお話ししたことですがこれをグローカリゼーショングローバリゼーションとローカルな文化が融合した形 グローカリゼーションといってこういった現象が世界中でいろんな形で起こっているこれが現在の文化をめぐる特徴の一つですこういった状況の中では、えーまあ、先ほども言いましたように文化を共有されているとか統合されているとか一つの統一体統合体として見ることはなかなか難しくなってきますので一つの文化内のさまざまな際 文化内の多様性というものに注意する必要があるということそれから近年では文化の問題化文化を最高再最高するために文化の問題化という点に注目しなければいけないこれはプロブレマティック・オブ・カルチャー s というふうに表現されますけれどもこういったことが言われます。すなわち文化は 意識されることもないし、慣習など、世代間で伝達される安定的な統一体として捉えられることは多かったが、近年では、文化はそこで絶え間ない戦いが繰り広げられるアリーナ、闘技場として捉えられるようになった。還元すれば、文化は対立、折衝、取引、展示、生産、再構築される意味解釈のコンテクストである。 したがって文化は矛盾や不調和を含むことになるので問題化の対象として強く意識されるようになったという見方です。<laughs> ということはあーなかなかこう文化を見る文化とは何かをの答えを出すというのは大変難しい時代に私たちはいるということが言えると思います。 この3つの写真はタイで非常にヒットしました映画「タイムライン」という映画これは佐賀県の各地をロケ地に選んで撮影されたもので実はこのタイ映画が大ヒットしたことによってたくさんのこの映画を見たタイ人の人たちが九州特に佐賀県 としては規模が非常に小さい佐賀県にやってくるようになりますえこの映画であるようにこの主人公の、まあ、女子大生役をしているえ人気女優さんがえ上の写真は唐津城を背景にしてえ唐津バーガーを食べている左下の写真は佐賀県鹿島市の悠徳稲荷神社、まあ、日本三大稲荷の一つですけどもその神社でお参りをしている。 右下はイカで有名な呼子の朝市を散策している。こういうふうにこういったタイ映画が日本で撮影されそれを見たタイ人がまた日本撮影の場所をこう追体験しようとして訪れる。 まあこれはあの観光の現象の中ではコンテンツツーリズムあるいはまあ映画に関わるものとしてフィルムツーリズムなど呼ばれますけどもえそういったようなことでえまあ例えば日本で撮影されたものをタイでタイ人が見てそれを見たタイ人が追体験するために日本にやってきてそこでまあ日本の文化に触れるとかなりこう複雑な 人やコンテンツの動きが交錯していることがわかると思います。まさに今文化というのはさっき言ったようにも問題化されるもの、いろんなものが衝突したり取引したり対立したり融合したり再構築したり、まあそういった状況が生まれているということです。まあこのように文化人類学では、まあ当初 文化の概念をこれこれこういうものだと規定をしていてまあその規定の中でまあ特徴としては文化は学習され共有され、えー、世代を通じて受け継がれていくで文化は一つのまとまりを持っているでそういうのを前提として、えー、研究が進められてきましたがだんだん戦後になり新しい理論や考え方が生まれ さらに今日のようにこのグローバリゼーションが当たり前の時代になってくると以前の文化概念で文化や社会を理解しようというのはなかなか難しくなってくるですからこうやって文化に対する最高考,考え直し最最高さらに考え直しもしかしたら今後最最最高も必要になってくるかもしれませんそうやって常に 自分たちの置かれている身の回りの状況をその一つの視点ではなくて多様な視点でそして柔軟な視点で見ていくことこれが私たちに必要になってくるというふうに思われます。今日は「比較社会文化論」という授業の最初の基本的な概念を整理するという意味で「文化」 というものはどういう概念を持って文化人類学社会人類学がこの100年余り学問として展開する中であるいは世界の状況が変化する中でどういうふうに変わってきたかというのを紹介しました。紹介しました。今日使った授業で使った参考資料として綾部恒夫編の「文化人類学最新術を100」。 中島成久先生のグローバリゼーションの中の文化人類学案内あるいは山下真嗣先生編の文化人類学入門古典と現代をつなぐ20のモデルなどがま主な参考書として使いました図書館などで関心のある人はぜひ借りて読んでもらいたいと思いますそれでは今日の授業はこれで終わります また来週お会いしましょう。さようなら。